セミの小便みたいですね。はっきり言って、すべて意味がなかったです。あの日、ほとんど効果がなかったとされる命がけの任務はなぜ行われたのか。本当の意味で命を懸けてでも止めなければ、世界中に大きな被害をもたらす。米国として日本に言ってたのは、英雄的な犠牲。その時、日米の間で一体何が起こっていたのか。やり方を間違うと、場合によっては歴史をまた60年以上前に戻すことにつながりかねない。戦後、アメリカの核戦略と無縁ではいられなかった日本の原子力。原発と原爆は表裏一体。これがアメリカの核政策の本質なのです。アメリカの宣伝工作のターゲットは広島。原爆の記憶が鮮明なうちに日本に原発を作ることはドラマチックだ。広島平和記念資料館で開催された原子力博覧会には多くの被爆者たちが招待された。原子力の平和利用は目覚ましい効果を上げ、いずれ日本人は核兵器が使えることを望むようになるだろう。やがて世界有数の原発大国に成長した日本で起こった原発事故。戦後75年、原子力をめぐる知られざる日米関係を検証する。後にチェルノブイリ事故と並ぶレベル7と評された福島第一原発事故。日本の事故処理を全世界が見守った。とりわけ同盟関係にあったアメリカの関心は高かった。アメリカ原子力規制委員会NRC では連日事故に関する会議が行われた。こちらは NRC の電話会議の議事録。原発事故をめぐる生々しいやり取りが当時のアメリカの焦燥感を物語る。当時の内閣官房副長官福山のノートには、日本と全く異なるアメリカの分析が残されている。アメリカがおそらく最悪の事態はメルトダウンが起こっているのではないかというのは想定をしていた可能性は十分にある、うん、かなりアメリカ側の認識よりも日本の認識は異なっている。甘いか、もしくは現状認識を隠しているか。事故翌日にはメルトダウンと断定していたアメリカ。焦りが高まるほど日本への不信感は助長されていった。12日には NRC が2人の職員を日本に派遣。日本ではその頃1号機が水素爆発を起こしていた。何らかの爆発的事象があったと。日本に派遣された NRC の職員は、私たちは協力するとはっきり伝えていましたが、協力要請は一度もありませんでした。こちらは公開された NRC の文書です。中を見ると、日本がアメリカからの支援要請を再三断っていたことが分かります。
原子炉の専門家に関するあなた方の支援の申し出はとても心強いのですが、すでに我が国の技術者に十分な援助をもらっているので、もし必要になったらこちらからお知らせいたします。最初は日本側が東電も含めちょっと傲慢な態度でしたね。アメリカが30年間新しい原子力発電所を作ったことない、教えられることはないんですという態度があったね。実はアメリカは3マイル島原発事故以来新しい原発を作ってこなかった。事故に乗じて情報収集をしているのではないか、そんな疑惑がささやかれた。アメリカはいろんな情報ばっかし欲しがってるんじゃないかっていうようなことを言う人がいたことは間違いないね。本店本店大変です、はい、大変です、はいはい、3号機多分水蒸気だと爆発が今起こりました。3月14日、3号機でも水素爆発。苛立ちがピークに達したアメリカは官邸に常駐することを要求した。 NRC の専門家がその意思決定してる近いところにいないと何も情報もないし何も役に立たないというふうに考えてた。でも日本がいやダメだという。官房長官としてはですね、総理の意思決定そのものの時にですね、その全て同席という形はどうだろうということで、日米関係は大きく揺らいでいた。アメリカが官邸内に入ることを要請しているという記事を何度も読みましたが、私たちは最高の情報が取れれば福島でもホワインでもどこでもよかったんです。結局アメリカの要望通り官邸内にアメリカの職員を常駐させるという極めて異例の措置が取られたが、アメリカの不信感が消えたわけではなかった。これは当時の混乱を記した北沢の日記帳。ルース大使、官房長官との会談に不満あり、やや興奮気味。米国人としてのメンタリティか。苛立ってましたね。苛立ってた。自分の任務を達成するのにあまりにも情報が少ないと。こうしたすれ違いの背景には、当初日本政府が原発事故は当事者の東電が解決するべきと捉えていた点がある。原子炉法には事業主がオンサイト、つまり原子炉のことについては対応するとなってるんです。原則本来はその原発そのもののオペレーションにまでですね、その総理があれこれするということは想定してないんです。管制権はあんまりこれは日本政府の問題ではないというふうに対応してたという。東電の問題であるどうでしょう。外圧かけるというよりどうやって日本政府が政府として反応する、対処する、刺激できるか。3月15日、アメリカの圧力が高まる中、菅は東電に乗り込み声を荒らげる。まあ総理が言った言葉でまあ忘れられないのは、東電に乗り込んだ時の初めの演説で、このまま原発の事故が本当に大変なことになったら外国が乗り込んでくるぞと。アメリカはその頃最悪の事態を見据えていた。キャンベル国務次官補は連日駐米大使に面会を求めた。もっとオールジャパンで全体で取り組むべきなんじゃないかという感じは持ってたように思いましたね。そしてアメリカはある会談でこんな言葉を使ったという。
当事者たちはその言葉に表情を険しくする。お話できない。なんで話せないんですか。特定の会話について話すべきではない。どうだったでしょうかね。ただね、いろんな人がね、いろんなことを言ってたのは事実ですよね。今のような言葉を、言われたかどうかははっきり記憶にないですね。だがその会話は隣の部屋にいたケビン・メアにも聞こえていたという。はっきりheroic measures、 heroic sacrifice が必要であるかもしれないけど、人が死ぬかもしれない、危険があっても政府として対処する必要があるという話でしたね。英雄的犠牲を求められることになる党の防衛省にその話は届いていたのだろうか。どんどん入ってきましたね。当時の藤崎駐米大使が米側の情報をほとんどそのままのような形で公電で外務省に入れてきてましたから、英雄的な犠牲、ヒロイックなんとかとこれを盛んに言ってたようですね。さらに英雄的犠牲の要請はアメリカ軍から自衛隊のルートでも伝えられた。キャンベル氏のコメントはよく知りませんが、当初から状況を好転させるためには誰かがそのような犠牲を払わなければならないと思っていました。この厳しい状況だけども、ここは最後は自衛隊だよねと、そこはもうオリフト爆撃をしっかりやってくれと頼むよ。さらにアメリカは原子力規制委員会 NRC の情報に基づいて日本とは異なる決定を下す。福島第一原発から半径80キロ圏内のアメリカ人に対して避難を勧告する。ホスト国と異なる発表をするのはやりにくいものですが、我々のやり方でやりました。日本はアメリカと違う判断をしていたので。ルース大使からアメリカは50マイルすなわち80キロに避難範囲を拡大をするという話があったんですね。あの時の大使の表情っていうのはちょっと私忘れられないですよね。やっぱり同盟国としてですね、やはり何らかの疑念を持ってたことは間違いないですよね。ですからあの時は本当に日米同盟の一つの危機だったと思うんです。事故直後、なかなか動き出さない日本に対しアメリカが突きつけたのは、このままだと在日米軍を引き上げるという選択肢でした。同盟国の支持だけでは済まなかったのです。多くの部下の軍人が放射能にさらされる危険がありました。日本政府が政府として対応しないと次の段階に勧告する必要があるかもしれないと、軍も含めて避難する必要があるかもしれないと大使に伝えました。アメリカ軍の撤退、この言葉に日本は抵抗を示したという。米軍が避難されたらすごく日米同盟に政治的な問題になるという話、私はそれ聞いて、これは政治の話じゃないよ、これは日本の生き残りの問題ですと返事しました。3月16日には4号機でも2度目の火災が発生。一刻も早い水の注入が連日検討されていた。しかし誰が水を入れるのか。ただ水入れりゃいいと思ってたのかよ。だぜ、それで爆発したらまた死んじゃうんだぜ。やるけどさ、はい、これ今やらないといけないことは分かるけどさ、自衛隊、一番これが最強の部隊ですから、そこが対応しない中で米軍が動くということはないというメッセージだったんですよ。リスクはありますが、これ以上放置をすることは絶対できませんので。アメリカからの自衛隊に対する強い期待。
ついに菅は意を決した。どっかで本当の意味で命を懸けてでも止めなければ世界中に大きな被害をもたらす可能性があると、まさに命に危険があり得る作戦ですから。菅さんが私にヘリでの放水をやってくれと、英雄的な犠牲というのはまさにアメリカが想定しているのはそういうこと。北沢の日記にはその時の様子がこう記されている。菅総理、防衛省に対する信頼高し。もう北沢さん、自衛隊ってドラえもん のポケットみたいだねとか皆さんご苦労様です。ヘリ放水を前に北沢は防衛省内を鼓舞して回った。国民のための最後の砦が我々だと、そういう思いでしっかりやっていただきたいと思います。最後の砦っていうより、我々はそういう言い方をしましたけども、米側は一番先に出て決死的な勢いでやるべき集団だというのが彼らの中にはあるわけですよね。要するにアメリカの海兵隊ですよ、殴り込み。菅政権は日本の運命を自衛隊に託すことを決断。自衛隊に選択肢はなかった。最悪の場合というのは、その時までちょっと発想は知っていました。自衛隊がやらなければここのところはもう収まらないよねという、そういう気持ちはみんな持ってくれてたと思ってます。はい。だが自衛隊には原発事故収束に関する装備もノウハウもなかった。おー、行った、よし、えっ、おい、当たったな、もう一発か。しかし結果は線量が若干下がったのみ。セミの小便みたいですね。はっきり言って全て意味がなかったです。燃料プールの表面積から考えて全部入ったとしても意味がない。これだけ、これしかできない。日本政府としてヘリコプター行きだけ、何も意味がないんです。ヘリ放水に対し作戦の段階からアメリカはシビアな見解を持っていた。ヘリコプターからの放水なんてありえない。彼らは死ぬまで飛ぶ気なんだろうね。なぜ自衛隊は効果が薄いとされた作戦に命を懸けたのか。当初被爆を避けるため地上放水で上空の放射線量を下げてから自衛隊ヘリが飛ぶ予定だった。しかし東京電力の内部文書によれば、放水直前になって事情が変わったという。高圧放水車による放水作業を予定していましたが、8時30分、大臣通達によりヘリコプターの放水の後に地上からの放水を実施することになりました。その事実を裏付ける映像も残されている。もともと予定していた形とですね、異なる形になって現場には大変ご迷惑をおかけをすることはお詫びを申し上げます。菅総理、そして北沢防衛大臣を含めてですね、朝緊急協議をした結果ということでございます。ヘリ放水の時間は午前9時48分。その直後、オバマとの電話会談が予定されていた。アメリカ側にアピールするために放水を早めたということなのか。その後私の段階ではですね、オバマ大統領の会談ってのも決まってますし、この時間に合わせてこうしろとかしろという、そんなことまでとても言える、なんて言いましょうか、言うべき立場でもないし言える状況じゃありません。未だ謎が多いヘリ放水。
だが菅はヘリ放水のもう一つの目的を明かした。極めて辛抱的な意味がありました。2度目のオバマ大統領との私の電話会談は、はい、ヘリからの放水があった直後でした、うん、具体的なことは言いませんでした。しかしその当然向こうは分かってますから。あ、見てますね。ですからそういう意味でその政府がですね、前面に出て、やってるというですね、まさに具体的な証明ですから、米岸も含めて世界全体もですね、日本が国家意思を明確にして国全体で対処してるっていうのは伝える大きな意味があった。プロパガンダっていうことは申しませんけども、それに近い大きな意味合いはあったと思いますね。自衛隊が命を懸けた作戦、それはアメリカへのパフォーマンスだったのか。政治の面でどういう動きがあったか分かりません。ただ現場の我々にとってはそれを全く考えなしにやって、結果として9時40分でなって、隊員が そうだったのかと思われるということはですね、非常に私としてはもう心外なんですね。果たして官邸はヘリ放水がパフォーマンスだと意識していたのだろうか。当時そのことは意識されてたんですか。だけど口に出す話じゃなかった、命がけで行く隊員に対してもね、日本政府はしっかりと事態に対応できるんだというところを見せる必要があの時は私はあったと思います。でそこからやはり日米の本当の意味での原発については共同作業が始まったんだと思います。事故発生から10日続いた日米関係の危機、官邸首脳が懸念していたのは日本の主権を超えたアメリカの介入だった。日本が責任を果たさないときに世界が黙ってですね見てるかどうか、私はそのことを頭にありました。責任を放棄したときには、国際的に日本という国がですね、その当事者能力をなくするよという意味です。それは自衛隊トップがアメリカに指揮権を渡さないと訴えるほど切実な危機感だったという。指揮権というか、コメント的にそういう場面もあったかもしれません。かもしれません。細野の脳裏をよぎったのは、終戦直後アメリカの占領下にあった日本の姿だった。本当にできないのであれば自分たちが前に出なきゃなんないんじゃないかっていう、そんなこう隠されたその思いみたいなのもちょっとやっぱり垣間見えたんですよ。でそれはやり方を間違うと場合によっては歴史をまた60年以上前に戻すことにつながりかねない。歴史を戻すことになりかねない。危機感あふれるこの言葉の背景には、戦後75年日本の原子力問題はアメリカの核戦略と無縁ではいられなかったことがある。核をめぐるアメリカの影、その原点は終戦直後の日本に遡る。次のコーナーでは原発と原爆をめぐる知られざる日米関係を検証する。広島に原爆が投下されてから1ヶ月後、ある人物が日本を訪れた。Great, fantastic Fairyland Project, which has had such a tremendous impact on the war against Japan. 来日した原爆開発計画のナンバー2、ファレル准将は東京で会見を開いてこう明言した。広島の廃墟に残留放射能はない。広島長崎では死ぬべき者はすでに全員が死亡し、残留放射能に苦しんでいる者は皆無である。以来現在に至るまでアメリカは黒い雨や死の灰などの残留放射能による健康被害を否定。その核の傘の下、日本政府も同じ方針を取ってきた。
実際はどうだったのか。終戦直後の日本には原爆被害の実情を伝えようと世界中からメディアが押し寄せた。ロンドンデイリーエクスプレスのバーチェット記者が外国人ジャーナリストとして世界で初めて広島に入ったのは9月3日。原爆投下から28日、広島に着いたバーチェット記者は市内の病院に直行しました。彼がそこで見たものは、残留放射能に被爆した人々が急性症状に苦しみ次々と生き絶えていく姿でした。一面トップに掲載されたバーチェット記者の記事の見出しは原子病。それはあまりに衝撃的なスクープだった。原爆が街を壊滅させてから30日が経過しても広島では人々が次々と恐ろしい死を迎えている。原子病としか表現できない未知の何かが原因で。そして記事の最後はこう結ばれていました。ノーモア広島。来日したファレル准将が残留放射能を全面否定したのは翌9月6日。そしてバーチェット記者を呼び出して忠告したという。君は日本のプロパガンダの犠牲者になり下がったようだね。以降原爆報道は GHQ によって厳重な検閲が行われることになる。実はアメリカは原爆投下以前から残留放射能の危険性について知っていたと思われる。1945年7月に行われた世界初の核実験。アメリカはその時死の肺から出た残留放射線を測定し報告書にまとめている。放射能の肺が空気中に大量に漂っている。深刻な健康被害を及ぼす放射能の肺が検出された。さらに原爆開発計画の責任者グローブスは原爆投下後の8月下旬残留放射能による健康被害を知りこんな電話をかけている。健康そうな広島の復興作業員の白血球が8000から3800に減少した。このことは我々にとってダメージになる。この頃からアメリカの科学者たちは一転して残留放射能の影響を否定する立場に転じたという。一方でアメリカは ABCC 原爆障害調査委員会を日本に派遣し人体に対する原爆の影響を徹底的に調査した。These two soldiers were among 2,000 others who were at the Chiyoda Public School, 1,800 meters south of the epicenter. Burns in these cases were only on the right side, as the ray came from the above right front direction. ABCC は被爆者のやけどや怪我の状態を克明に記録していった。しかし、残留放射能については無害なので本格的調査は行わなかったとされている。しかし実は1950年代 ABCC が残留放射能による健康被害の調査を行っていたことが判明しました。 ありました。こちらは ABCC のウッドベリー統計部長がまとめた残留放射能の報告書です。しかし公表されることはありませんでした。そこには原爆投下後市内に入った消防団や医師など1700人に聞いたところ314人に急性症状があったと書かれていた。こちらが1953年10月付の聞き取り調査の記録ですが担当者として一人の日本人の名前が記されています。
ドクター玉垣こと玉垣秀也医師、広島で放射線科などを開業していた。やはり残留放射能が原因だと思われますか？はい、そう思いますよ。あの症状を見ては他には考えられないなと思う。何千ミリシーベルトの単位の被曝じゃなかったかなと思うんですがね。当時 ABCC で働いていたドクター玉垣は、聞き取り調査の結果、他にも紫斑、脱毛などの症状が見られ、16人中6人がすでに死亡していたと報告している。しかしアメリカ人上司の反応は鈍かったという。私は放射線のせいだろうということを言ったんですけどね、結局その記録が全部あまり重要とないものとして放棄されたんですよね。こちらはある日本人女性の調査記録です。ご覧ください。発熱、下痢、脱毛など9つの急性症状が報告されています。報告書は彼女の症状について残留放射能の影響を指摘している。女性は原爆投下時、爆心から4900メートル離れていて、ほとんど被爆しなかった。その後、黒い雨が降った地域を行き来して被爆した可能性がある。実際はどうだったのか、被験者の栗原芽衣子さんを訪ねた。失礼します。75年前、彼女の身に何が起こったのか。こちらは栗原さんの調査記録になりますか？はい、はいはい、そうですね。自分の字だなと思いますね、はい。原爆投下時、爆心から離れた工場にいたが、翌日から家族を探すため爆心付近をさまよい野宿したという。それからしばらくして髪の毛が抜け始めたんですよね。血液で混じったね、下痢便が続いて、そしてもうちょっと意識が朦朧としてきてね。終戦後、栗原さんは ABCC で英文のタイピストとして働いた。質問したんですよね、外人の方にね。そしたら怒った顔してね、そういうことは絶対にありえないって。ルトベリさんは認めていらっしゃったようなんですけどね、外人の間でもね、こう嫌な顔されるみたいで。ウッドベリー統計部長は調査の継続を訴えたが、本国から拒否されたという。あくまで残留放射能の影響を否定するアメリカ。アメリカで核政策を推し進めているのはエネルギー省だ。はい、その上級政策顧問を務めた人物を訪ねた。アメリカ政府は残留放射能の危険性を知っていたんではないでしょうか？熟知していました。死の肺の影響は深刻でした。アメリカは核兵器開発競争を進めるため、残留放射線の危険性について世界の世論やアメリカ国民を欺いています。しかしその事実は隠蔽されたという。科学者たちは軍と非常に密接な関係にあり、軍の手足として働いていました。科学者たちは残留放射線の危険性を指摘し、キャリアを失うことを恐れたのです。1950年代に入ってもアメリカの核戦略に日本は否応なく巻き込まれていく。冷戦が激化する中、核開発競争にしのぎを削るアメリカとソ連。Эвакуация была проведена. Но тем не менее последний
1953年8月ソ連が水爆実験に成功。核開発でアメリカは初めて遅れを取った。4ヶ月後、アイゼンハワー大統領は国連総会で驚くべき提案を行う。 The United States would be more than willing. It would be proud to take up with others principally involved the development of plans whereby such peaceful use of atomic energy。 なんと原子力情報を機密にしてきたこれまでの政策を大転換。原子力の平和利用を訴えたのだ。On the one hand, a devastating weapon. On the other, a tool of a thousand peaceful uses. The people of the world have the choice, if only they can work it out together. 核兵器用に濃縮したウランを民間に転用し、世界中で原発建設を推進していく。それは画期的な核軍縮提案と思われたが、アメリカの公文書館で原子力の平和利用計画のもう一つの狙いについて書かれた機密文書を発見しました。平和と繁栄を生む原子力の方が、戦争を生む原子力よりも世界に受け入れられやすい。原子力が建設的に利用されれば、核兵器も受け入れやすくなるだろう。現在の世界の世論の下では、我々は核兵器を使用できない。その感情を緩和するため、あらゆる努力をすべきだ。原子力の平和利用と核兵器は安全保障政策上表裏一体で、核には二面性があるのです。アイゼンハワー演説の5日前に開かれた国家安全保障会議の報告書にはこのように書かれています。アメリカが同盟国に開示する原子力の情報は次のカテゴリーを含む。核兵器の戦略的活用。そこには平和利用という名目で西側諸国に原子力技術を供与し、核配備につなげようという狙いが透けて見える。アメリカの原子力提供計画のターゲットは日本も例外ではありませんでした。むしろ被爆国であるがゆえ、平和利用のシンボルとして熱心に進められました。被爆国日本の国民から核アレルギーを取り除くため、大使館の指揮のもと広報文化交流局が宣伝工作を行うことになった。しかしアイゼンハワー演説からわずか3ヶ月、予期せぬ事態が発生する。南太平洋のビキニ環礁で行われた水爆実験ブラボー。近くで操業していた日本の漁船第五福竜丸の乗組員が被爆したのだ。元乗組員によれば、爆発の2時間後死の灰が降り始めたという。ちょうど雪がね、最初に降り始めたという、そんな感じの白いものはパラパラっていうか、もういっぱいカウコロンとくっついてね、落ちないんですね。手で触ってみたい、舐めてみたい。2週間後、焼津港に戻った第五福竜丸からは自然界のおよそ5000倍の放射能が検出され、死の灰が採取された。死の灰を浴びた乗組員は23人全員が急性放射能症と診断されて緊急入院。初めはひどかったですね。特にどこが？いや、頭髪が被爆による、影響が出て、もう放っておくとどんどん貧血進行するし。ガイガーカウンターをこう当てた、どの部分が一番反応したんですか？髪の毛と爪で自分たちの体が
放射能で侵されているんだっていう。水爆実験で飛び散った放射性物質が降り注いだのは第五福竜丸だけではない。日本各地に降った雨からも放射性物質が検出され、放射能パニックは全国に広がっていった。一気に盛り上がる反米感情、全国で反原水爆運動が巻き起こり、当時の人口の3分の1が反対の署名をしたという。第五福竜丸事件をきっかけに日本全国で盛り上がった反米反核の動きで、こちらは当時の国家安全保障会議の機密文書なんですが、中を見るとアメリカ側の狼狽ぶりが記されています。核兵器に対する日本人の過剰反応は、核実験の続行や原子力の平和利用に支障をきたす。日本への情報工作の強化が必要だ。そして日本人の嫌悪感を除去するアクションとして、ある工作が指示された。日本人患者の病気の原因は放射能ではなく、飛び散ったサンゴの化学作用によるものとせよ。水爆実験の副作用について発表したプレスリリースを読みましたが、核兵器が爆発したこと以外は全てが嘘でした。誰にも健康被害はなかったと報告したのです。しかし無線長だった久保山さんの病状は深刻だった。骨髄もやられてるし、肝臓も悪いし、もう全身の臓器みんなですね。体中やっぱ放射能まみれだったという、それは確かですね。被爆から6ヶ月、ついに帰らぬ人となる。死因について日本側医師団は急性放射能症と発表した。しかしアメリカ側はあくまで輸血治療による肝炎と主張、水爆実験との因果関係を認めようとはしなかった。外務省の機密文書が眠る外交資料館、そこに第五福竜丸をめぐる日米の生々しい外交交渉を記録したファイルが眠っている。第五福竜丸の被爆報道があった翌日、早速アメリカ側は動いた。アリソン駐日大使が外務省を訪れ、こう申し入れたのだ。アメリカ側は安全保障の問題を特に重視している。福竜丸に関連する機密を保持してもらいたい。同じ日、岡崎外務大臣は駐米大使に電報を送り、至急国務省と交渉に入るよう指示している。これを放置することは日米友好関係上面白からざる空気を誘発する。アメリカ側が一番こだわったのは情報統制だった。本件関係者の外部への発表を審査し、検閲するようにされたい。アメリカ側に協力し、機密漏洩を防止すべし。さらにアメリカ側は、ビキニ事件で違法行為は一切なかったと主張。アメリカ大使館員が非公式にこんな提案をしている。アメリカ側は、ビキニ実験を国際法上の不法行為とする見解は絶対に取り得ないので、損害賠償として支払うことはできない。慰謝料として支払う建前を取りたい。1955年1月、ついに鳩山内閣はアメリカの言いなりとなって政治決着を図る。日本政府は慰謝料200万ドルを全ての請求に対する完全な解決として受諾する。
こうして残留放射能と健康被害の因果関係は否定された。とにかくアメリカの言う通りに言うことを聞いていましたからね。私たちは誰が見ても被爆者なんですよね。放射線を大量に浴びてるし、それを被爆者として扱わない、現在も隠したままになっている。ビキニ事件の政治決着に続いて、アメリカが原子力の宣伝工作の最大のターゲットとしたのは、意外にも被爆地広島だった。平和利用のための原子炉は原子力で破壊された場所に建設されるべきだ。1954年、ソ連が世界初の商業用原発の稼働に成功。アメリカの焦りはピークに達していた。原子力分野でのアメリカの優位が揺らいでいる。電力不足で電気料金の高い日本にとって原発は経済的に魅力的であろう。こちらは日本でも上映された原子力の平和利用の宣伝映画。Especially for ships and planes, the application of atomic power promises range and endurance that could all but revolutionize our future transportation. アメリカは日本のメディアを巧みに利用して原発建設推進に向けて情報操作。同時に原子炉用の濃縮ウランを日本にも配分すると申し入れ、ついに日本の原子力政策は大きなターニングポイントを迎える。我が国民は3度までも原水爆の被害を被った不幸な経験を有するが、原子力は人類への貢献に役立たせるべきである。こちらは重光外務大臣が中米日本大使に送った極秘伝文だ。濃縮ウラン受け入れに関する件、結論として民意方針を決定するものである。それは日米原子力協定の受け入れ表明だった。第五福竜丸事件からわずか1年3ヶ月、被爆国日本の国民感情が大きく変わった背景には、アメリカが仕掛けたある宣伝工作があった。アメリカが原子力の宣伝工作の最大のターゲットとしたのは、意外にも被爆地広島でした。核兵器の被害者がですね、核兵器原子力平和利用は賛成だということになれば、これほど都合のいいことはない、一つのプロパガンダとして。早くも1954年秋、原子力委員会の委員長が広島での原発建設を提言。広島長崎の記憶が鮮明なうちに日本に原発を作ることはドラマチックであり、原爆の惨劇の記憶を乗り越えるだろう。1955年1月には民主党のシドニー・エイツ議員が6万キロワットの原発を広島に建設する決議案を議会に提出し、本会議で演説しました。平和利用のための原子炉は原子力で破壊された場所に建設されるべきだ。アメリカの援助でできた原子炉は我々の技術と善意の永遠の記念碑となるだろう。1955年8月の第1回原水爆禁止世界大会では、こんな広島アピールを採択している。原子戦争を企てる力を打ち砕き、その原子力を人類の幸福と繁栄のために用いなければならない。しかしこの広島原発計画は情報操作のためのパフォーマンスだったとも言われている。アイゼンハワー大統領自体は
罪の償いとして原発を差し上げましょうというふうに取られてしまう。これでは困ると、こんな提案は乗れないということをはっきり言ってます。広島からこういう声が上がったよということが世界に広がればそれでいいわけですね。事実、広島原発計画は55年秋までに立ち消えになっていった。そしてアメリカの宣伝工作は新たなステージへと移っていく。1956年5月にはこちらの広島平和記念資料館でアメリカが背後でお膳立てした原子力平和利用博覧会が開催されました。原爆被害を伝える展示は別の建物に移動し、原発推進の資料で埋め尽くされたといいます。原子力は無双にも及ばぬ進歩をもたらすことになろう。原子力から平和の力を取り出すことはもはや未来の夢ではない。広島と長崎の被爆者を招待し、3週間でおよそ11万人の観客を集めたという。広島で開催された原子力平和利用博覧会では来場者に調査アンケートが行われました。こちらはアメリカ国務省の情報局が保存していたその調査結果です。原子力は人類の利益になる 60%、 災いとなる 12%、 個人的に原子力の恩恵を受けたいか、はい 85%、 いいえ 6%。 アメリカ側が行った世論調査では1956年には7割以上の日本人が原子力は悪いものと答えていたが、わずか1年後には 15% に低下。次第に原子力神話が定着していく。こちらは1956年暮れ、国務省高官が綴った手紙です。そこには誇らしげにこう書かれています。原子力の平和利用は目覚ましい効果を上げ、目的を半ば達成した。いずれ日本人自身が日本でも核兵器が使えることを望むだろう。アメリカの思惑がですね、もともとの思惑が非常に成功した例なわけですね。こういうふうに原子力平和利用をずっとやっていけば、最終的には核兵器をですね、受け入れるだろうと。となると原発と原爆は表裏一体だ。そうなんです。もう最初からそれは表裏一体。1957年8月、茨城県東海村の原子炉が臨界に達し、ついに日本にも原子の火が灯った。それからおよそ半世紀、アメリカの思惑通り、いやアメリカの予想をはるかに超えて世界第3位の原発大国に成長した日本。その一方で、日本は2017年に国連採択された核兵器禁止条約に署名せず、アメリカなどの核保有国と同様に参加していない。ご覧の番組をフルで見放題。動画の続きはここをクリック。